ゆとりちゃん、今日のお話はどんなのかな。いつでもラリットラとお話できちゃう不思議な電話ができたよ。今日はどんなお話してくれるかな。ラリットラテレフォン、ポプーより発売中。みんな、そこそこ5はいつも見てくれているかな。見てる見てる見てるよ。それじゃあ、これはなんだかわかるよね。わかるわかる。はいはい、慌てないで。一人に一つずつちゃんとあるからね。お金がない。それじゃあみんな、この新しいおもちゃで遊んでみてね。はい。こうやって新製品のテストをするんですね。子供って予想外の使い方するからな。結構びっくりさせられるんだよ。そこの君、そこそこレッドのポージングはそうじゃないでしょう。そこそこレッド、そこそこレッド、肘の角度が違う。だいたいスーツアクターの丸山さんはキレのいい動きが特徴なのよ。よく見てこう。はい、こい、そこそこロボ。そっちの君、そのシチュエーションではそこそこロボは呼べません。まったりチャージ。そこのあなたたちも、まったり時空からのパワーをマックスまでチャージしちゃダメなの。そこそこ5はそこそこ2がポイントなの。ちゃんとそこの設定を守ってくれないと。でこら君、本気でそこそこ5が好きなの。そこそこ5のロマンがわからないなんてファン失格よ。お姉さんが教えてあげる。もともとそこそこの人生を歩めばいいと思っていたそこそこ5は、亜空間からほっこり元帥が現れたためにそこそこに戦う。きめこみ先輩がいつもと違う新たな一面。予想外だな。ちょっと聞いてるの君。の魅力をちゃんと理解してくれたかしら。詰め込みちゃん、恐ろしい子。